はい、2月の22日です。えー、っと、こちら人長外科の鬼縛りを今映しております、えー。ちょうど今花が咲いてまして、この黄色いのが、えー、学編なんですけど、えー、っと、今綺麗に咲いてます。えー、っと、これ人長外科のシウ別株ですね、えー。この花は、えー、メ,メカブですね。メス、メバナが今咲いております。 え、鬼縛りっていう名前は、この樹皮が非常に強くて、ま、鬼でも縛れるぐらい強いっていう名前が、え、この木にはついています。えと、ま、別名を夏坊主。え、夏になると、この葉が、え、なくなります。え、夏に休眠をする、え、樹木になります。え、夏坊主。え、鬼縛りですね。え、そして隣、 こちらが、えー、今咲いているのが、えー、これ、ウグイスカグラが咲いています。えー、もう早春のこの花がもうどんどん咲き出してきまして、えー、これですね。えー、ウグイスカグラのこのピンクの可愛いい花が今咲いています。はい。鬼縛りが、 でそして隣、えー、今、猫柳がこのように、えー、咲き出してきています。はい、猫柳ですね。はいえー、植物生態園の、えー、こちら、一番西の、えー、この沼地があるんですけども、そこで今咲いております。